はいどうも、こんにちは、こんばんは、ラウンズでございます。今日はですね、台風が来ておりまして、多分風の音とか、風の音っていうか、なんか雨の音がちょいちょい入ってるかと思います。こんな時はね、何をするかというと、本当ならね、本当なら今日ね、お長釣りに行ける日だったんですよ。本当は今日ね、よっしゃーと思ったら急に台風できて、まあ正直がっかりだよね。がっかりでしかない。マジっていう。2、3日前だよね。だから先週ね、まあちょっとどうしようかなとか、もう今週いっぱいどっかでお盆前にね、できのお長釣り行きたいなっていうお話をちょっとしたと思うんですけど、今日がね、なんとかちょっと明けて、行けたんですよ。本来なら。本来なら、ね。残念ながらですよ。台風がもう、もろで、もうどうにもならないということで、今日はね、まあ来週はもうね、お盆なので、お盆連休なので、ね、その次なんで、もう、18が日曜日でしょ ?19、20、21、22とか、行けるかな、まあわかんないです。どっかで行けたら行こうかなと思ってます。はい。で、今回はですね、道糸、これテクニウムのね、スットブレーキなんですけども、この道糸をね、巻き替えとこうかと思います。今日行ったらこれ、このまま使ってたけど、まあ別に切れるっていうあれはない。去年も夏に行って全然これの道糸は切れてないんで、ね、いいんだけど、まあ、年に1回ぐらい巻き替えてもいいんじゃないかなと。いつ巻き替えたか分かんない。冬巻き替えたのかな、ちょっと分かんないですね。いつ巻いたか。これはね、ワールドプレミアムの 600m の道糸を使ってるんですよ。で、まあ、巻き替える道糸もこう出してますけど、このレグロ、ワールドプレミアム 1.75600m、 こう値段も書いてますけど、1512円です。こっからセールで、これ税込みね、税込みで1512円。こっからセールでちょいちょい 15% とか、道糸とライン関係が 20% の時に買うと、ここは 20% 引きなんで、1200円ぐらいで 600m っていう、もうなんだろう、これ以上お得な道糸とないよねぐらいな感じです。これを去年お長釣りとかで、普通に使ってました。600m ですよ。こんな安くて大丈夫って思うけど、大丈夫なんです。なんか知らんけどね、この道となんか、無駄に強いというかね。しかも、初めて、巻き替えてすぐ持ってたわけじゃなくて、去年のもう、多分相当、これ多分冬巻き替えたのかな?なんかね、まだ結構余ってるんで、もしかしたら冬巻き替えてるのかもしれないけど、去年の冬ね。まだ綺麗なんですよ。結構ね。大体ね、帰ってこれ5キロ切るんですよ。この5キロね、5広げた5キロを切るんで、だいたい 7.5 から8メートル切って、で、毎回1回長方で捨てて、で下糸が見えてきたら巻き替えるとか、もうそんな感じなんで、10回捨ててもだいたい75から80メートルでしょ。でだいたい150メートルは巻くんで、だいたい12、3回とか使って捨てるっていうね。そこまで節約っていうかする必要はないんだけど、なんかなんだろう、なんかね、強いからついなんかそのまま使っちゃうっていう感じです。でこれはもうちょっとね、今回お長釣りのために一旦巻き替えようかなと思います。はい。自分はね、こういうなんか段ボールみたいなのを、もしともらっても丸めようか、段ボールみたいなのを使ってぐる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 こんな感じで巻き取っていくと、多分ね、まだ使って多分ね、6回7回とかね、多分そんな感じだ、5、6回かな、見た感じね。なので、まあ、全然余ってるっちゃ余ってるんだよね。まあでも、お長は絶対行きたいんでね、しかもこれ使うんで、まあ、今回はちょっと新品に巻き替えておいて、ちょっと次回に持っていこうかなという感じで、台風の中、本当はね、天気が良かったら磯の上にいたはずなんですが、ですよ。はい。
いや残念ですね。いやなんか今年はね、いやもう結構気合は入れてて、ちょいちょいタイミングはなくはないんだけど、いやなくはないっていうか、あの合わないよね天気が。結構ねやっぱ沖磯ってうねりが入りやすいじゃないですか、低気圧が出ると。ですぐもう天気予報みたいな、 うねりっていう、あの低気圧が遠くにあったらね、うねり 1.5 度うねりとかすぐ書いてあるから、いやーうねりかーみたいな、またうねりですかーっていう感じで、なかなかね女川釣りに行けてないっていう感じです。これ道と巻き替えるとき どう巻き替えてます？やっぱあの高速リサイクラーじゃないけど、あれ使ってんのかな。自分はめったに巻き替えることないんで、年にどんぐらいだろう、だからもう1回これで、ね、150m、 これ600m だけど、大体このスットブレーキだと一番外側で 98cm じゃないですか、一巻きが。で一番その時ね、下糸巻いた後の内側で何だったかな、78だったか80だったかちょっと忘れたけど、で計算したら大体ね、180回ぐらい巻くと、ちょうどいいぐらいになってたんで、でいつも180回巻くんですよ。しかも自分の場合こう十何回も使うから、同じ道移動ずーっと使っても何ヶ月かな、毎週使ったとしたって結構持つんで、なかなかね一回巻いたら巻き替えることがないみたいな、そういう感じです。でこんなとこでもさ全然わかる、これ音入ってると思うけど、うお相当引っ張ったからね今結構ね、わかりましたけど結構力入れてたから、思いっきり切るあれで やりましたからね。だからなかなかね自分は強くて安くていいよっていう感じで、ずーっと全部道と全部これですから、ね、というわけで色の違い見えますかね、下糸が見えてきたので切って、まあ巻いた感じでまあ 100m ぐらいあったから結構長かったよ、そんな使ったあれじゃないねっていう。実際も 50m ならパパッと終わっちゃうんで、いつ巻いたか分かんないですよね、どの道とか。そうだけど 1.5 号が多分一番使ってないんで、あれが多分一番長いんじゃないかなと思います。でいつも使うこのアジングロッドね、アジングロッドというか、まあライトゲームロッドというか、あの月下美人ね、釣り具のポイントで3000円で売ってた月下美人の 76LT ってやつ、見えてるかな、だいぶの竿に、テクニウムをセットして、まあ巻くだけなんでね。いや本当は釣りに行きたかったんだけどな、ほんと今年も、まあ、去年も結構合わなかったんだけど、なんだろうね、天気が悪い日に限って休みですよというか、休みの日に限って天気が悪いというか、結構なかなか行けないんですよ。で台風がやっぱ今日来てるから、明日も荒れるじゃないですか海が。だからちょっとね、ちょっとだから夜だけちょっとアジングをしにとか、もうちょっと難しいじゃないですか、ね、タイミングが悪いです。めったにしない直結が完了しました。ブラッドノットじゃない、なんとかノットです めったにしないからね、めったに釣りの時にもほんとね、棚が浅い時とかたまーにするぐらいだね。基本的にはスイベル使うんで、めったにしないです。こういう時が多いんじゃないかな。あと、川でチヌ狙う時かな。寝掛かりしたら、引っ張って、もしかしたらね、サルカンがぶっ飛んだら、サルカンっていうか、スイベル飛んだりとかしたらもったいないんで、それで直結するとか、そういう感じですね。強度は大丈夫です、うん。ちゃんと引っ張っても大丈夫なんで。はい。ということで、巻いていきますか。いつものマイネームをここに通して、で自分はこれで足でこう挟むんだけど、足で挟むとこの手と一緒でこう抵抗が強すぎるんで、滑るようにこのマイクロファイバーとかタオルとかの布で足の先端ね、足の指で挟むんですよ。指で挟んで軽くテンションかけながら巻くといった感じね。で大体この今このこれから
大体180回ぐらい、糸巻きをします。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ということで、今180回、巻きましたので、もうこの糸止めで止めております。180で合ってたと思うんだよね。ちょうど道糸の量もだいたい合ってるっちゃ合ってるんで、自分もね、どれぐらいで合わせたか覚えてない、覚えてないから、多分180だったと思う。だって1周マックスで98でしょ、これね、最大糸巻き量で、まあ、1周で。だからそれはあくまでも外側ね、今この今ほとんどほぼそこと外側だから、これで今やっと1周98弱ぐらいなんですよ。98でやろうとすると結構ね、もっと巻かなきゃ98実はならないんですよね。あのマジックで一回こうテンってやってやったことあるんですよ。たらね、98って結構ギリまでやらないと意外といかないです。だから今ぐらいだと多分ね95ぐらい、これで95センチぐらいだと思います。これぐらいだったら、このエッジをちょっとプラスアルファで巻く、大体これエッジまでじゃないですか、このね ARC スプのエッジまでじゃないですか。エッジをちょっと巻かないと98にならなかった。まあ自分のちょっと測り方がちょっとあれかもしれないけど、自分がやった限りは大体そんな感じでした、はい。まあまあこんだけ巻いとけ別にまあ問題はないんですけど、うん、しかしね、今日は何だろう、外が涼しいといえば涼しいけど、なんかねエアコンの効きがあんまり良くないのか若干暑いっす。あとちょっと残りどれぐらいあるか分かんないけど、まだもう1回はいけるね。 600m これ全部使うまで1年じゃ終わんないもんね。毎週使ってもね1年じゃ終わんない。ちょっとかかりますわ、うん。まあこれで長釣りにはバッチリで完全に準備ができたでしょ。いつ行けるかわかんない。8月中に行けんのかな。8月中に行きたいんだけどね、行ける気持ちはあります。クーラーボックスも用意したし、熱中症対策とかもちょっと考えてるんですよ。ちょっと熱中症になりやすいんでね、あれも買ってるんですよ。これこのね OS1 ね、蛍光っていうのかな、うん、これもね準備してはいるんですよ、ちゃんとね買ってきて。だから今日本当行けたら行くつもりだったんで。で、アクエリアスも2リットルねが2本もう1本出したけど、冷蔵庫に冷やしてて1個冷凍に入れようかなと思ってたんだけど、もう台風が発生したっていうので、もう1本邪魔なんでね2リッターの冷蔵庫に入れると邪魔なんで出してます。今ね1本だけは冷蔵庫に入れてるんですけど、なんて言うんだろう、もう準備ちょいちょいしてたんだけどね、しょうがない、うん。あとちなみにこのね蛍光補水液っていうのかな、これって一応なんだろう、作ろうと思ったら作れますからね。一応基本的に入ってるものとしても分かりやすく言うと砂糖と塩が入ってるって感じです、うん。特に塩っていうのかな、こうナトリウムが多いっていうのかな。 0.5g だかな、100ml に対して 0.5 やったか、ちょっと塩味がちょっとするかなぐらいで塩が入ってるのと砂糖が入ってるっていう、なんかこの黄金比があるみたいで、一応家でも作ろうと思ったらもうほぼ似たようなのが作れるらしいですよ、うん。まあ、でも家でわざわざ作ってまで飲むような、ね、脱水症状だったら結構やばいんで、まあ基本ね、やっぱ汗かくと塩が一緒に出るんで、汗ってほぼね、なんか塩分が出るんですよ。だからこういうのはね、美味しいってなると塩が足りてないよっていうことなので、直接ね、もう夏の本当に暑い時って塩だけを入れて、塩を直接舐めて普通ないでしょ。しょっぱいじゃないですか。あれがね、ああ塩うめえってなっちゃったらもうやばいから、そういう、まあ、あれもあったね今思えば。うん、梅干しは基本だけど、場所によってはこのつけない、場所によってはね、もう塩を置いてるところとかもあったんで、運動してね、汗めちゃくちゃこの時期かくときは塩が出すぎて、倒れない、熱中症で倒れないように、ね、気をつけてくださいませ、はい。ということで、台風がなんか若干収まってきたのかな。
何しようかな今から。はい、そんな感じでございます。まあ、自分はもともと休みで雨で結局何もできないっていうね。ということでなんかね適当に動画でも見ながら、あの海外ドラマでもまた久々に見ようかな、はい、という感じでございました。ということで、なんとかね今週どっかでまたちょっとね夕方だけでもちょっと釣りに行けたら行こうかと思っております。はい、そのところで、以上でございます。ご視聴いただきありがとうございました。じゃあね、台風には、十分気をつけてください。